したいと思いまーす。ガタタミ帰ってきます。ガタミって、あ、やばい、ガタミが打てない。よし、はい、ガタミありがとうございます。ありがとうございます。髪の毛ボサボサでしたよね。ありがとうございます。とりあえず、いつだ、ちょっと前にショールームをしたんですよね。そう、ショールームをして、そう、ちょっと待ってね、あれどっちだっけ。ありがとうございます。そう、お風呂はね、まだこれからね。そうそう、カラオケ、そうカラオケ配信をして、あれ何かしよう、あ、充電だ。そう、そうカラオケ配信をして、その後にそうすぐにね、タイプ C のそうイヤホンあるかなと思って探したらありました。そう、私買いました。そう、買ったんですよ実は。そう、いつかちょっとまた使うタイミング来たら使いたいなと思います。そう、これ見て見て、これえ、でもどうなんだろう、つけてみようかな、一瞬つけてみるね。そう、買ったんですよタイプ C。 そう、なんかずっと今までは変換アダプターみたいなのを使ってたんですよ。こんな感じでなんか変換できますよみたいな感じで使ってたんだけど、そうこんな感じで、そう買ってみました。これ本当単体、見て見て単体。じゃあちょっとあれします。え、どうなんだろう、聞こえる。あ、でもここがじゃあ遠いか、ここがじゃあ遠いね。してみよう。え、変わるのかな。え、どう、聞こえる、どれぐらいなんだろう。ハイテク本当。あ、でもね、そんな高くなかったよ、全然高くなかったです。おお、え、ここの距離感でも前のよりも聞こえる。あ、本当、すごい、拾ってくれるんだ。どう、前のより聞こえる。ここにあれするとめっちゃ聞こえる。イエーイ、ありがとうございます。そう、以前のはねこんな感じで、ちょっとごめん手離しなんだけど、これがこうなってたのね。そう、それがね今一個だけだったから。そっか、だいぶ聞こえる。本当嬉しい、ありがとうございます。ちょっと試しで使いたかったっていうだけでさそうですね、よりよく聞こえる。あ、よかった。そうだよね、なんか多分さ、こうつなげてつなげてだからさ、だったからこれだと、あ、困った感じない、よかった、嬉しい。そうだから、じゃあまたちょっといつ出番になるかっていうのは分かんないけど、あれしておきます。え、どれくらいだったかな、1000円くらいだった気がする、1000円前後だった気がする。そう、その時に使いたいと思います。ありがとうございます。これ分かんない、なんだろうね、なんかあの一番上に出てきたやつ一番上に、そうタイプ C、 あのイヤホンって調べたら一番上に出てきたやつです。はい、もしもし言わなくてよく、あ、そうだね、よかったよかった、ありがとうございます。そうだね、なんかまた一瞬の花火が入ったら歌いたいなって思います。うん、その時に歌いたいと思っております。うん、当たるんだな、ネットです、ネットで頼みました。そうで、あとはそう、今週の出来事を振り返りたいなと思ってたんですけども、そう輝きフェスもね、ありがとうございました。そう、私は初の石川で、そう初の金沢だったんですけども、とっても楽しかったです。そう、ありがとうございます、来てくださった方もね、ありがとうございます。うん、これでカラオケとボーカルの音のバランス取れるね。え、取れるかなね、取れるといいな。美味しそうすぎた。え、めっちゃ美味しかったです。そう、あのね、お寿司とかいっぱい、そういっぱい、お寿司とかいっぱい、お寿司が何種類かあって、そう美味しかったし、あと金箔ソフト、金箔ソフト、金箔、金箔ソフト金箔ソフトもいただけて、そう美味しかったです。そう初のね、あのソフトクリームだったし、そう初のね金沢だったんですけど、嬉しかったです。そう、めっちゃ堪能できました。そう堪能できました、楽しかったです。そうすごいよね、金箔、めっちゃ金箔でした。そうこんな感じで超金箔食べておりますこんな感じで食べました。あ、私ね実はね2個食べちゃいました。そう2個、ね、最初にあの出る前に1個食べて、で帰り道、帰りますってなった時も1個いただきました。とっても美味しかったです。そう美味しかった、本当にまた食べたいなと思っております。そう2個食べて、そうだね、メンバーも結構他にも、ね、あの猫じゃない2個食べてたこといると思います。2個美味しかったです。そうスイーツ部
ちょっと待って、スイーツ、そうスイーツ部、そうスイーツ部ですから、スイーツ部ですからっていうのはめっちゃ言い訳だと思うんですけど、すいません、スイーツ部、スイーツ部だからっていうか、あのすごく美味しくて食べちゃいました。うん、そう、またね金沢行きたいなって思います。なんかいつかのタイミングで金沢にまた行けたらいいなと思っております。で、今週は金沢のその輝きフェスもありつつ、あのまたねちょっとまた皆さんにあの嬉しい報告ができるお仕事もあったので、そう、あ、でもグラビアじゃないですあ、お高かったからやめちゃ、あ、そうなんだね、いい値段しますもんね、そうだよね、いい値段しますよね、そう、グラビアではないんで、もう言っときますね、グラビアではないんですけど、そう、あのいいお知らせができると思うので、あ、そう、ゆきりさんお会いできなかったです、そう、そうなんですよ、なのであの楽しみにしてくださったら嬉しいです。はい、日本海側のお魚って本当に美味しいの、びっくりしました、美味しかったです。新潟もあのお寿司すごく美味しいんですけど、あの金沢も、そう、石川もすっごい美味しかったです。めっちゃ美味しかったですね。うん、楽しみにお知らせ待ってます、ありがとうございます。で、そうですね、あのいろいろと9月はいいお知らせできるんじゃないかなと思っておりますので、あの待っててくださると嬉しいです。はい、そのお仕事もそうだし、またその後にもお仕事があって、そう、そちらも楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。そう、グラビじゃなくても楽しみにしてるありがとうございます。え、富山も、そう、富山もね行ってみたいですね、行きたいですね、うん、行きたいです、楽しみにしております、楽しみにしててください。え、喜ぶやつ、うん、喜んでくれる、喜んでいただけると思います。あ、充電しようさっきイヤホン抜いてあれしちゃった。そう、喜んでいただけると思います、うん、思いますので待っててくださると嬉しいです、ありがとうございます。そう、楽しみにしててください。で、9月はあのアットジャムもあったり、あのそしてね NST 祭り、 NST 祭りさんもねございますので、そう、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。そう、9月もね、そう、フェスがいろいろと出演させていただけるので、はい、とっても楽しみにしております。そうなんですよ、アットジャムは3日後ですね、うん、早い、ありがとうございます。マナさんが何着ても嬉しいですよ、ありがとうありがとうね、そう、ありがとうございます。そう、そして明日はおしゃべり会なんですよ、あ、オフラインおしゃべり会お待ちしておりますね、ありがとうございます。まだまだ夏は終わりません。そうだね、まだ暑いしね、うん、ありがとうございます。なので楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。そうだね、9月もなんかこう8月がこういろいろなことがあったから、こう9月はそう、落ち着くのかなと思ったら、そう、ありがたいことにいろんなことがあって、明日よろしくお願いします、待ってますね、ありがとうございます。そう、来ていただけますかね、明日休日出勤、頑張ってね、仕事、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、3連休の初めがオフラインで嬉しい、ありがとうございます。久しぶりに直接おしゃべりできる、ありがとう、待ってますね、ありがとうございます。明日よろしくお願いします、待ってます。一部に長岡つくはいいけどかなか、なあ、なんて書いてる、着は早いけどかな、なんだろう、なんか早いかなね、なのでお待ちしております。明日行けないけど楽しんで、ありがとうございますね、またお待ちしてますし、またオンラインもございますので待ってます。5年ぶり、ありがとう、ありがとうございます。明日は相方のところに行ってきますちょっと待って、私の相方ゆかちゃんになってるかな、ゆかちゃんですか、ゆかちゃんかな、うん、こんばんは、こんばんは。明日おしゃべり会楽しみ、ありがとうございます。そうだね、3連休になりますね、ちょうど3連休だ、うん、お昼から待ってます。一部からありがとうございます、待ってますね、頑張ってね、ありがとうございますね、気をつけて来てね、来てくださる方もね、遠くから来てくださる方も、早くからね来てくださる方も、そう、長岡のその会場近いんだっていう方もいらっしゃったりとかしてて、近い方も気をつけて来ていただけたら嬉しいですね。3連休なんだね、そうだそうだ、ありがとうございます。明日楽しみで、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ぜひね一緒に楽しんでいけたらいいなと思っております。5、6部です、ありがとうございます。そう、しかもね、今おしゃべり会の受付もしてるので、よかったら明日会えないなっていう方は明日会えないなっていう方はぜひね、ぜひ、お仕事なの頑張ってね、あ、オフライン行きます、待ってるね、東京で、ありがとうございます。そう、なのであっ、最初の部と最後の部、ありがとうございます。そう、10分早いね、お父さんおめでとうございます、ありがとうございます。そう、追加の追加じゃないね、今の
あの今ねそう出てるスケジュールのおしゃべり会もぜひよかったらお待ちしておりますね。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。追加にしまいました。ありがとうございます。全然仕事終わらないです。大丈夫かなね、大丈夫。今途中で見てくれてるってこと。2部から行きます。待ってます。宣伝上手ありがとう。会いに来てありがとうございます。そう、あ、そうなんですよ。あとねブースティ10月の13で合ってる、合ってるかな、間違ってたらごめんなさい、合ってると思うんですけど、あのブースティ祭りもございまして、実はあ、ごめん12と13ごめんなさい12と13でした13だと思い込んでた12と13にございまして、そうぜひぜひよかったらあのお待ちしております。なんか今日いろいろと詳細ちょっとちょろっと発表されてて、そうなのでぜひお待ちしております。私たちもあのこう、あ、こんな感じなんだっていうのは分かってるんですけど、詳しいことはまだまだこれからな部分とかもあるので、よかったらぜひ、あ、そうゆめちゃんもね、そうなんですよ、ゆめちゃんもね、そういらっしゃいますね。なのでよかったらぜひぜひお待ちしておりますね。はい、ハイタッチが、ハイタッチ会が気になるね。そうなのでね、そう楽しみにしております。どうなんだろうね、またね別なのかな、なんかどんな感じなんだろうっていうのがまだちょっと詳しいことは分かってないんですけども、そうね待っておりますね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、私も詳細見てみよう。そう10月も盛りだくさんで、そうそうなんですよね、10月も盛りだくさんでございます。そう、あ、HKT さんがハイタッチな気がするね。そうかな、そうかな、ちょっと待ってね。そうブースティさんの、そうなんですよ。なのでそう、場所は横浜文太さんで合ってますか、文太さんでさせていただきます。はいね、そうそうそうなんですよね、卒業生の方も参加されるということでいろいろとあるみたいなので、はい、楽しみにしていただけたら嬉しいです。あ、そうなんだ、文体合ってますか、あ、よかったです、ありがとうございます。そうなのでよかったらぜひ、そう、あのスペシャルステージ内スペシャルライブもございますので、ぜひよかったらお待ちしておりますね。そうなんです、はい、ちょっとね、そうそうなんですよ、これで合ってるよね、いい、そうですね合ってますね。はい、スペシャルステージもございますので、よかったらそうお話できる機会も多分あると思いますので、はい、お待ちしております。新しくなったところみたいですね、なんか中のツイッターの中の方もつぶやいてましたよね。そうだよね、こんばんは、暑いですね、僕は暑さでしんどいです、大丈夫ですか、こんばんは、ありがとうございますね、楽しみにしてます。そうなんですよ、なのでよかったらそう中の方がね、そう思い出がそうつぶやいてたんですけども、よかったらぜひお待ちしております。12、13ね、楽しみ。なんかどんなか今回のそのなんだろう、フェスとはまた違うじゃないですか、フェスとかなんだろう、コンサートとかとはまた違うこう仕組みになってるから、なんかどんな感じなんだろうっていう感じなんですけど、そう私もワクワクしてるので、なんか どういう感じかっていうのはまだ全然想像できてないんだけど、待っております。ありがとうございます、頑張ってください、ありがとうございます、待ってるね、ありがとうございます。生き慣れた感がある、あ、よかった、ぜひぜひね、そうなんか年間いろいろ行けたらいいよね。うん、あ、感謝祭的な、あー、なるほどね。でもあんな感謝祭みたいなことやったことないよね、善悪に、あ、確かに善悪に近い感じなのかなね、かもしれないよね、確かにそうだよね。オンライン間違えた、オンラインは20日だし、誕生日って呼んじゃった、生誕祭はいつになるんだ、それですよね、いつになるんだろうね。そうなんですよね、今年が私10月16日は何曜日ですか、水曜日ですね、そうだよね、水曜日ですよね、そうですよね、水曜日なんですよね。そう、頑張ってください、ありがとうございます。え、いつかな、そう私も全然まだね、そのいつになるっていうご相談とかはまだしてなくって、そうなんですよね、ありがとう、水曜日ありがとうね、あ、覚えてくれてた、ありがとう、すごい嬉しい、ありがとうございます。なのでね、そうちょっとね、皆さんが行ける日程であったらいいなと思っておりますね。そうだよね、そうですよね、そう確かに、確かに水曜日もやってるもんね、平日ね、そうだよね、公演最近ね、うん、10月の後半か11月の頭の土日かな、まあそこら辺になるのかなね、またちょっとあのいろいろとあのね、そうあれだと思うんですけども、
でもできしていろいろ皆さんが行ける日程であったらいいなと思っております。そうだよね、ゆは当日だよね。そうだよね、そうだよね。そう、あ、そう、去年はそう11月の頭にさせていただきました。セダニーのデザインはね決まりましたよ。そう、ありがとうございます、ありがとうございます。仕事なんてやめても生誕祭行くけどありがとう、絶対申し込む、ありがとうございます。そうなので、よかったらお待ちしておりますね。そうだね、みんなが行ける日程であったらいいなと思っております。どうなんだ、当日にできるのかな、どうなんだろうね。ね、そこの辺も全然全く分かんない状態で、そうなので、ちょっと全く分からないんですけども、皆さんが行ける日にできたらいいなと思っております。こんばんは、普段使いできる T シャツちょっと黙っておきますちょっと、ちょっと黙秘しておきます要望出していいのかな、悩むな。そうね、そうだよね、悩みますね。なんかみんなが行ける日ってね、そうだよね、ね、平日にやったこと私今まであったっけ、なかったよね、なかった気がする。そうね、なんか行ける日程がいいのかなとかって思ってたりしております。はい、裏には何か書いてある、裏はね基本何も書けないですね。そう、これは危ないやつだ、危ないのかな、どうなんだろうあ、一昨年平日だったっけ、そうだったっけ、これは厳しいのか、今年も、去年は楽勝だったよね。今年はどうだろうなそうですね、はい、どうしようかな、なんかいつがいいんだろう、何としても都合つけていきたい。ありがとうね、ありがとうございます。派手なやつ、派手かな、派手かも派手かもね。早く日程出してくれよ、休み取れる、そうだよね、みんなそうだよね。そのいつっていうよりかは、本当に早く日程を出すっていうことだよね。そうだよね、いつでも都合つけるくらい当たるかな、当たってほしい、本当にみんなに当たってほしいなと思って思います。危ないほうがあるし、本当覚悟しておくか。生誕 T シャツは楽しみ、どんなのだろう、楽しみにしてください。ありがとうございます、ありがとうございますね。早く日程出してほしい、そうだね、それが一番いいよね、そしたらいけるし、そうだよねサボル、ありがとうね、ありがとうございます。そうだね、早めにお知らせできたらいいなと思っております。ありがとうね、そんななんかすごいみんな来たいと思っていただけて嬉しいです、ありがとうございますね。生誕祭、そうだよね、 年に一度しかないもんね。ありがとうございます。みゆみゆかなり前に希望出したって言ってた、本当そうなんだ。なんか私希望っていうか、なんかいつもご相談されて、そのご提案いただいてっていう感じが多かったんだよね、今までも。そうそうなんだよね、だから私のスケジュールは空いてるけど、みんなのスケジュールが空いてないっていうパターンとかもあるかもしれないから、メンバーのね、そうメンバーの、だからそうだからね、ちょっとメンバーのスケジュールとかもあると思うし、そうあれですね、ちょっとね、そう希望できるんだね、そうだよね、来月だもんね、だからちょっと言ってみようかな。でもみんなが行ける日がいいのかなと思っております。そうですね、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうなんか候補を挙げていただいてみたいな感じですね。あとはなんかみんなが揃ってる日とか、みんなのそのスケジュールが合う日みたいな感じで、そうですね、あれですね、はい、ソロでもいいやソロの思い出いっぱい声ですか、すごい歌ありがすごいいっぱい増えちゃうねでもできるかな、ソロでできるかな。そうなのでお待ちしております、はい、ありがとうございます、超行きたい、ありがとうございます。着替えが忙しいね、確かに着替えが忙しい、どうしよう、あの今日負け間に合わないわまず今日負けが間に合わないですね、嫌いなのかもしれない、やったら今日負けが間に合わないので、そうですね、はい、ね、そうですよね、だからちょっと大変になるので、まあそれはソロはないんですけど、でもみんなのスケジュールもそうだし、あとその運営さんがね、そうだね、ご希望のこう、あのここの日にっていうのを言っていただけたら、ちょっといろいろと相談してできたらいいなと思っております。生誕祭の参加メンバーはまるちゃんがリクエストできる、できるのかな、どうだろう、でもほんとなんかみんながで、みんななんか出てくれたら嬉しいなっていう気持ちなんか本当そう、みんながあの出てくれたら嬉しいなっていう気持ちなので、なんか本当は全員に出てほしいぐらい
全員にね、うん、出てほしいぐらいかな。はい、ですかね。うん、そう、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。だからそうだね、みんなのあのそのお仕事のスケジュールだったりとか、なんていうかな、あの空いてる日程だったらみんなとお話、あ、みんなとお話じゃない、みんなとね、あのステージに立ったらいいなと思っております。うん、そうなんですよね、全然。みはるが、そうだね、みはるもね、そうだね、そう、みはるがいてくれるうちにしたいなと思っております。はい、1期生は揃えそうだね、1期生ね、揃えたら、揃えて出てられたら、出られたら、出演できたらいいなと思っております。もーちゃんは絶対出たいって言ってた。え、ありがとう、嬉しい、もーちゃん、うん、嬉しいね、ありがとうございます、嬉しいです。そんなね、出たいって言ってくれてありがとう。うん、そう、呼びたいですね。はい、呼んであげて、呼びたいですね。そう、見てたいけどお仕事もで、あ、頑張ってね。そうだよね、確かにアンナちゃんも同じ日だもんね。そうだよね、アンナちゃんも同じ日なんですよ。はいね、なのでちょっといろいろと、いろいろスケジュールはあると思うんですけども、あの皆様が行ける日程とかで早くスケジュールが出たらいいなと思っております。はい、なのでお待ちしておりますね、ありがとうございます同時生誕祭、そうだよね、確かに、そうだよね、そうだよね、確かに確かにね、そう、なのでお待ちしております。はい、あと何話そうと思ったんだけど、なんか話したいこと多分話せたかな、メモにしたけど、そうだね、お話できたね。ショールーム終わってから届いたってメモしてるのはイヤホンのことだし、海外機フェスのお話もさせていただいて、おしゃべり会のお話もさせていただいて、ブースティーのお話もさせていただいたということですね。そう、ありがとうございます。そう、あとはそうですね、そう、ということでね、今月の目標なんですけども、そう、メモしてるそう、これそう順番に話せたらいいなと思ってメモしてたんですけど、始まる前にね、そう、そうですね、こうですね、そうですね、そう、あの片身の話に戻りたいなと思ってるんですけども、今月の片身、今月はどうしようね。そう、目標、本当にそう、フェスとかにも出演させていただいたり、そこでね、いろいろと NGT の楽曲、そう、でもやっぱりそう、マックスをやっぱ知っていただいてるっていうのがあって、そう、やっぱマックスってなると、おーって言っていただけたりとかするんですよ。そう、だからなんかね、もっと他の曲もなんかこう知っていただけたらいいなっていうのが思ってて、そう、それがなんかあれですよね、なんかマックスね、そう、あれなんですよ、本当にありがたいことにね、そう、多分一番 NGT の曲で知っていただいてるんじゃないかなって思ってて、そう、湧いてくださるんですよ。そう、ありがとうございますね、よかった、ありがとうございます。そう、なので、そう、国歌って言っていただけるほどなので、そう、一度リクエストまでもね、1位をいただいてる曲なので、だから本当にもっといろんな曲を知っていただきたいなって思いますし、結構自然渋滞とかもね、そう、フェスとかでも披露させていただいたりとかしてて、そう、あの盛り上がる曲なのかなと思ってて、そう、あ、フルでね、確かにね、フルで歌えたらよかったんですけど、基本はワンハの披露になるかな、時間とかもあったりとかして、そう、なので、そう、どんどんあの NGT の楽曲をこうフェスとかでね、披露させていただく機会が多いので、そう、 NGT の楽曲のみね、披露させていただくことが多いので、そこにもっともっと NGT の曲を知っていただけたらいいなって思ってます。NGT 推しの方はね、もうもちろん全部ね知ってると思うんですけども、そう、まずはそう、私たちのその楽曲、あ、こんな曲あるんだっていうのも知っていただけたらいいなっていうのが一つありますね。うん、本当になんか連れて帰る勢いで、そう、ずっと、いつだったかな、いつかな、そう、いつか、いつだったかな、そう、連れて帰る勢いでっていう話もしてたんですけど、そう、広めていけるというね、そう、広めていきたいですね。うん、そう、マックス以外にも素敵な曲いっぱいある、そう、ありがとうございます。そうですし、そう、知っていただけたらいいなっていうのも一つあるし、あとはメンバーの顔もね、覚えていただけたらいいなっていうのが一つあって、そう、そうなんですよね。うん、ね、そうですよね。あ、なんかバズってほしい、わかります、そうなんですよね。今ってね、その TikTok でね、そう、あのこの曲なんかこう流行ってみたいな、知られてっていうパターンがあるじゃないですか。そう、なのでね、そう、いろいろ知ってほしいのはある。そうですよね、そう、いろんな曲があるし、今回の一緒の花火のね、そう、衣装も着させていただく機会があって、披露させていただく機会もあるから、そう、新曲も知っていただけたら
嬉しいなと思います。フェスで NGT ファンに知ってファンになった人がいる、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうね、本当はそう自己紹介とかできたら、お名前とかをねこう自己紹介できたらいいなって思うんですけど、ちょっとね持ち時間が限られちゃってて、そうでも1曲でも多くの曲を知っていただきたいなっていう意味で、そう最近は自己紹介っていうよりかは曲の方をね披露させていただく方が多いんですけど、そうなのでねフェスの時間がね限られてるんですよね。そう MC コーナーとかがねあればいいんですけど、確かに自己紹介、あ確かにね自己紹介が入ってる あるような曲があればいいね。確かにそうですね、そういう曲があればいいんですけど、ちょっとねなかなかなくってね。そうなんですよね。あそう、しかもなんかそのお名前その X とかでさ、あのね皆さん集合写真撮るじゃん、皆さんじゃない集合写真撮って、それをねあの名前つけてくださる方とかもいらっしゃったりして、ありがとうございます。なんか私が見たやつなんかセクシーお姉さんみたいな書かれてたかなそうなんか書かれた気がする、なんか自己紹介みたいなやつあるよね、なんか名前なんかセクシーお姉さんみたいな西方まりなって書いてあって、あありがとうございますって思ったんだけど、そうあげてくださった方がいて、そうセクシーお姉さん慣れてるのかな、うんみたいな感じなんだけどそう間違ってない、本当間違ってないかな、なんかちょっと間違ってるかな、あれ大丈夫かな慣れてるかしらって思うよね、なんか私セクシーお姉さんだったの、セクシーお姉さんかなセクシーお姉さん慣れてるのかなみたいな感じなんだけど、でもなんか本当に知っていただけたらいいなって思うし、本当にそう私は本当過去の NGT も大好きだし、今の NGT もすごく大好きなんですね。本当に素敵な子が揃ってて、本当に可愛い子もたくさんいるし、そう NGT の今のメンバーも知っていただけたらいいなと思っております。本当に名前もね書いてあげてくださる方もありがとうございます、ありがとうございますね。あらそうだね、じゃあセクシーに見えてるのかな、セクシーに見えてるならとても嬉しいです、ありがとうございます。何担当なんだろうね自分ね、ね、もっとみんなのこと知って、そうだね知っていただけるように、こういう風にいろんな本当にねアイドルさんがいらっしゃる中でのアイドルフェスに出させていただいているので、だからそこでね知っていただけるように頑張っていきたいなって思っております。うん、そうね顔をね覚えていただけたら嬉しいなと思っております。そうだね、だからこれがやっぱ今9月、そのいろいろこれから秋っていうか、そうだね9月の後半もあのフェスに出演させていただくので、そう顔とかお名前を覚えていただけるように頑張っていきたいなっていうのもありますね。あと曲を知っていただくっていうことも大事なことかなと思っております。知っていただけるきっかけになるという、そうだねやっぱ本当に今の時代ってめちゃくちゃアイドルさんいらっしゃるじゃないですか、だからその中で NGT も出演させていただけて、そのね大きなステージに立たせていただいてるからこそ、あの本当にね知っていただけるように頑張りたいっていうのはもう永遠の目標でもあるんですけどね。うんね、そうなんですよね、だからそれも大事にやっぱずっとずっと忘れないでいたいなって思いますね。でもちろんあのいつも来てくださる方とかも本当にあのねあの来てくださる方にも楽しんでいただけるようにしていけたらいいなって思っております。うん、新しい子は特にね、そうですね本当に特に知っていただけたらいいなって思っております。うんね、ありがとうございますね。熱は熱いうちに、そうだねそうですね、はい歌おうって感じですよね。ね、なのでね NGT はいい曲多いよね、見つかってほしい、そうそうなんですよ、なのでそこで知っていただけるようにねしていきたいなと思っております。あ本当 CD 配ってくれてありがとうね、ありがとうございます。なんかお友達もそう明日連れてくるっていう方とかもいらっしゃったりとかしてて本当に嬉しいなと思っております。ありがとうね、ねありがとうございます、はいということですね。あとはそう私ね、そう今日ね実は一つもう一つ用意してて、そうこれをね、まあ、ガタミだからこそ読みたいなって思ったんですよ実はこれちょっとなんか普段の配信だったらめっちゃ恥ずかしくてちょっと読むのも恥ずかしいんですけど、でも届いたのでちょっと読みたいなと思ってて、ちょっと待っててくださいね。あれどこ行ったっけ、あれ大事なやつがどこ行っちゃった、えちょっと待って、ちょっと待ってね、あれ大事なやつ読みたかったやつがない、あれどこ行ったっけ、ちょっと待ってね、
そう、読みたいやつがあるんですよ。え、ちょっと待ってね。っあった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 お手紙を書いてきたわけじゃない、お手紙っていうか読みたい実はですね、小学校からもう、あ、すごいね、そう、紙がね、いっぱいあって、そう、小学校から実は届きまして10年後の自分への手紙でございます。で、当時、12歳の小学校6年生の時に小学校6年生の時に書いて10年後だったんですけど、でも届いたのが今なので、何年後の自分だ、16年後の自分絵になってるんですよ。もう10年後じゃないんですよそう、10年後じゃないんですよ、実は。そう、だからもう16年後の自分絵なんですよ。そう、そうなんですよ。ちょっと読みたいと思います。読んでいいですか、これね。本当に今日そう、ガタ見するってなった、ガタ見をしようと思って、で、そう、ちょうどね、今日も届いて、あ、これはもうここで読むしかないと思って読みたいと思います。なんかね、そう、私が確か、いつこれあれかな、なんか多分ね、みんなもこのぐらいで届いたのかな。そう、なんか なんでか遅れちゃったんですよ。なんでかわかんないけど遅れちゃって16年後になってるんですけど緊張する、どうしよう、いいかな、じゃあ読みますねでもちゃんと担任の先生から届いたんですよ。担任の先生から届いてめっちゃ恥ずかしい、正直すっごい恥ずかしい、すっごい恥ずかしいし、でもせっかくの機会だし、ちょっとみんなに聞いてもらいたいと思います10年後なんですけど、16年後になってしまいました。いきます。10年後のマリナへ私は12歳の時のマリナです。今何をしていますか書類配信をしています。私は学校でこの手紙をドキドキしながら書いています。家では何をしていますか。私はパソコンでしょこたんブログを毎日見ていますしょこたんさんがすごく好きだったんですよ。めちゃめちゃ大好きです。あと家でセーラームーンチャンネルをパソコンで見ています。あ、そう、セーラームーン、その時ね、しょこたんさんの影響でセーラームーンチャンネルめっちゃハマってて、セーラームーンにハマってたんですね。すっごいセーラームーンにハマってました。見ています。今12歳の私はしょこたん中川翔子と、ごめんなさい、ちょっと手紙の通り読みます。中川翔子さんと、セーラームーンが大好きです。クロちゃんは生きてますか。ちーちゃんは生きていますか。今のクロちゃんは家でぐーぐー寝ています。ちーちゃんは外に出たくてニャーニャー泣いています。12歳の私は将来保育士か喫茶店の店長になりたいと思ってますなんだろうね、なんで喫茶店の店長になりたかったんだろうね。10年後の私は今何になってる。アイドルやってます。12歳の私は多分10年後はバイトしてると思います多分22歳の計算したのかな、多分そうだね、22歳の計算でバイトしてると思いますと思ったみたいです。今携帯を持ってますか。って持ってるよね。今の私も持ってるからね。今携帯の機種は何ですか私は D904 のスライダーのピンクです。スライド携帯じゃなくてスライダーのピンクですって言ってる。待ち受けは…点点点点分かりません、忘れてしまいました。あ、スカシカシパンですこれはスカシカシパン言えてる。スカシカシパンっていうのはなんかしょこたんさんがめっちゃそう、ね、なんて言ったらいいんだろう、しょこたんさんがすごい好きだったなんか貝殻みたいなやつなんですよ。合ってるよね、スカシカシパンって。多分合ってる、貝殻だったような気がする。そうの多分待ち受けだったんです。いきます。続いて、今の自分はどう思いますか。私は正直もっと顔可愛くなりたいし、髪の毛ももっと長くなりたいし、服もいっぱい欲しいと思っています今大切な人はいますか。今の私はいます。家族とか猫とか大切です。あとしょこたんとセーラームーン今好きな言葉はありますか。私はトゥットゥルートゥットゥルーが大好きです。ではこんな風にして毎日言ってます
この言葉は中川翔子が言っているトゥットゥルという言葉です。正直今この場所で言いたいことがあります。かっこ学校で教室の中が結構うるさいってことです。いきなりうるさいって思ったんだね。今好きな漫画本は何ですか。今の私はコードネームはセーラームーンと恋空です。今頑張って卒業式の練習をしています。5年生の皆さんっていう言葉を言います。あとは決意の言葉は私は将来保育士になりたいです。そのために中学校では勉強と人とのコミュニケーションを大切にしていきたいですって言うんだ。あと10年後のマリナへ何があっても逃げないで諦めないでね。ありがとうマリナより。ありがとうございます。はい、なんかいきなりね最後にそうびっくりして、これ何があったんだろうみたいなぐらい、そう私過去の10年、待って16年前の私が過去背中を押してくれてるんですよ。そう、何か なんでか分かんないけど、なんかちょっと 文の脈絡が全然全くなくてあれなんですけど、そうびっくりした。あと10年後のマリナへってそう書いてあって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。最後めっちゃありがとうございますね。なぜか分からないけどそう書いてあって、10年後の私にすごい、10年後じゃないか、16年後の私に背中を押されたんですけど、ありがとうございます。ちょっと泣ける。ありがとうございます。でもここがね、そうちーちゃんとくちちゃん、くらちゃんは生きてますか、ちーちゃんは生きてますかっていうところがね、なんかすごいね、切なくなるんですけども、でもいいですよね。でもなんか私喫茶店の店長になりたいってなんか保育士っていう夢はまあなんとなく覚えてたんですよ。そう覚えてたけど、でも喫茶店の店長になりたいと思ってますっていうのはちょっとよくわかんないですね。喫茶店の店長なんでだろうね、なんで喫茶店の店長だったんだろうって感じなんですけど、そう本当に半分以上はしょこたんの話で、しょこたんさんがすっごい好きだったんですよ。めちゃくちゃ好きで、しょこたんさんのしょこたんブログっていう本も買ってたくらいすごく好きで、そうそう、あジャスミンってそうだね、ジャスミンって名前もいいかもしれない。そうだからちょっとね、このでもこれがねなんか自分なりになんかあれだったのかなと思うのが、私は正直もっと顔を可愛くなりたいし、髪の毛ももっと長くなりたいし、服もいっぱい欲しいと思ってますっていうところはなんか自分の顔になんかあったのかな、コンプレックスがあったのかもしれない。そうでも本当にもちろん今もなんかどんどん可愛くなれたらいいなっていう気持ちもあるし、あと髪の毛は長くなりましたね。髪の毛は長くなったし、服もそのおしゃべり会とかでもね、そう買わせていただいたりとかしてるので、そう増えましたね。はい、夢叶ってます。夢ね、叶ってます。はい、そうなんですよ。多分その頃多分髪の毛短かったんだよね。そう短くって、そうなんですよ。はい、しょこたんさんには会ったことはないんですよ。そうコンサートは行ったことあるんですけど、そうコンサートあるんですけど実際にお会いしたことはないので、いつかお会いしたいなと思ってます。だからスタバが好きなんや。あ、そうなのかな。喫茶店の店長ね、ちょっと初めて知った。私ここで初めて知ったんだよね。当時はアイドルっていうよりかは本当にもうしょこたんさんがすごく大好きだったから、そうだからね毎日見てたりとかしてたんですよね。そうこの手とかね、こんな風に手をこんな風にしてってちゃんとね絵で描いてあるからね。そうありがとうございます。だからねいつかお会いできたらいいなと思っておりますね。そうあそうだね、猫ティーでね本当にそうマミタスさんのブランドでちょうどそう着させていただいてるんですけど、そうこういう風にね携われたことはすごく嬉しいですね。そうなんですよ。字はこんな感じです。恥ずかしい、そうこんな感じです。10年後のマリネ、そうセーラームーンチャンネルを見てたんだよね。そう確かに、でもなんか根は変わってないのかなってふと思った。全然綺麗じゃないよ、全然綺麗じゃないよ、もうなんか丸文字みたいな感じになってる。そう本当に今と、でも今と字は変わった気がする。うん、そう面白いよね。そうスライドの携帯持ってたんだよね。だからそうこの手紙を通して思ったのが、本当に
ね、未来って何があるかなんて分かんないなっていうのも思ったし、そう、過去の自分が何があっても逃げないでね、諦めないでね、ありがとうってなんかありがとうって背中を押してくれてるから、なんかそう頑張ろうって思ったっていうのをお伝えしたくてだからね、そう、みんなもなんかあれかもね、あの過去じゃない、また10年後の自分に書いてみるのもありかなと思った。私もなんか書きたいなって思った、そう書きたいなって思ったし、そう本当になんか背中を押してくれてて、そう何があったんだろうね、急にね、そう卒業式の練習してる途中でね、そうびっくり、ありがとうございます、過去のなりなちゃんから泣かされてありがとうございます、ありがとうございます。何か降ってきたのかな、ね、この時に思ったのかな、もはや10年後じゃなく16年後の自分なんですけども、ありがとうございます、いい話だった、嬉しい、ありがとうございます。読むのめっちゃ恥ずかしかったんだけどでもこれぐらいあのしょこたんさんが好きだったっていうことが多分めっちゃ伝わったと思う、伝わったし、なんかこの片身で読めてよかったなって思います。あとそう恋空はね、本当に小学校の時なんかね、あれなんだよね、携帯小説みたいなのがすごい流行った時期だったんですよね。それでなんかそう小説も読んだし映画も見に行きましたね。そうなんですよ、しょこたんさんが今もねもちろん大好きなんですけど、本当にしょこたんさんの影響でセーラームーンも大好きになったし、幽遊白書も大好きになったんですよね。そうありがとうございます。そうそれでなんかしょこたんさんのそのカバー曲とかもアルバム、カバーアルバムとかも出されていたので、その時にアニソンとかも知ったりとかしてたんですよね。セラムも大好きですね、まあ今もちろん好きなんですけど、そう本当にめちゃくちゃ好きだった時ですね。そうトゥットゥルー言ってますってすごいよねありがとうございます。あ、そう誘惑もそう、しょこたんさんの影響です。うん、そうありがとうございます、ありがとうございます。本当に修学旅行どこ行ったんだろう、私小学校の頃どこ行ったかしらどこ行ったんだっけ、修学旅行はあれな、あ中学校の時は奈良京都だったんだけど、小学校で修学旅行どこ行ったかな、なんか林間学校みたいなの行った気がする。うん、海行ったかな。今好き、今書くとしたら大好きなものを何って書く、なんだろう、もちろん応援してくださる皆さんのことは書くと思うけど書くけど、なんだろう、自分の今趣味で好きなものか、何かな、何だろう、あ、日光も行ったね、日光も行きました。なんだろう、日光も行ったけど、あ、モモンガ、あ、そうだね、モモンガ好きですって書くかも。うん、今はちいかわにハマっててモモンガが特に好きですとか書くかな。あ、エゴサもそうエゴ、今は毎日エゴサしてますとかね、確かに、そう、あ、確かに面白いかも。今あの応援してくださる皆さんは、なんとかさん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 って、あの今ショールーム見てくださってる方とかコメントしてくださってる方の名前書いたりとかして、確かに、いいかもしれない。あ、好きなお酒ね、確かに風味紹介にしてが大好きですとかね、そういいかも。書こうかな、私ちょっと10年後の忘れてないよ、ずっと覚えてる、もう今覚えてるんだから、もうずっと覚えてますよ。だからそうだね、書こうかなね、ほんとぜひ皆さんも書いてみてほしいなって思った。なんかびっくりした、すごい背中を押されたし、なんか根が変わってなくて根が変わってなくてね。あ、占いね、そうだね、占いとかもね、確かに確かに、こう書いてあったんですけど当たってますかとかね、忘れないでください、忘れないよ、もうみんなのこと忘れないよ、そう忘れませんよ、はい忘れませんよ。うん、10年後何してるんだろうね、何してんだろうね、本当に。だってあのチャットにも書いたんですけど、24歳ぐらいでなんか OL さんしてるかなって中学校の頃思ってたんですよ、思ってたから、そうね、そうだよね。だからね、今もしかしたら SNS とかもな、あるか、あるか、 SNS はさすがに10年後あるかね、あるとは思うけど、また変わってるかもしれないもんね。2034年、うわー、そっか俺と結婚した2034年俺と結婚してるね。とにかく生きててるし、でも本当にそう、本当に健康には気をつけてほしいなって思う、自分も気をつけたいなって思うし、本当に健康で
健康でも本当に何本当にね、そう本当に健康が一番だなってこれはあの時思った。そうあのサマーソングセットリストのリハの時に胃が痛くなって、そう、思うようにそのリハーサルができなかったから本当に健康は第一だなって思う。そうね、ね、確かに。あ、画面に浮きそう。そうだよね、なんかどういう形になってるんだろうね。ね、打たなくてもなんかこういう風に出てたりとかするのかな。ね、健康診断大事、本当に。そう、どんな風になってるかとか、どんな風な、ね、どういう未来が待ってるのかっていうのは全くわかんないし、本当に想像がつかないけど、でもね、こうやってね、形に慣れてるかな、形に慣れてると思うから、うん、ね、なのでちょっとこれからもね、健康にはいたわり、自分の体にはいたわりつつ、この背中を押してくれた10年後の手紙を大事にしていきたいなって思っております。はい、ありがとうございますね、ありがとうございます。そう、 iPhone もね、26とかになってるよね。あ、胃カメラの方がいいんだ、分かった、じゃあ胃カメラするね。うん、ね、健康一番大事だよね。そうなので、背中を10年後のね、私が何があっても逃げないで、諦めないでね、ありがとうって言ってくれたので、これからもね、頑張っていきたいなって思います。はい、あ、そうなんだね、そうだよね、検査大事だよね。ね、そう、素敵なお手紙だった、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございますね。うん、12歳に教えてあげたいね、過去に戻れるならね、教えてあげたいけど、過去は戻れないもんねね、過去は戻れないし、未来はね、わからないからこそ人生なのかもしれないけど、うん、ね、そうだよね、そうだよね、ね、そうだね。なのでね、そう病院から逃げないで、自分に言いました。そうだね、病院にもね、行ってくださいね。そう、まあ、何があるかわかんないからこそ楽しい部分ではあると思うけどね。ちょっとじゃあこれを機に、私も10年後の自分に、10年後いくつだ、38歳か38歳の自分に向けて書きたいなと思っておりますこんばんは、ありがとうございます。俺は市長になるって書いてあって、すごいかっこいいね、いいね、ね、そうだからね、確かにアイドルになりたいって書いてないもんね。そうだよ、私がなりたかったのはこの頃ね、保育士か喫茶店の店長になりたいと思ってますって言ってるからまさかね、ここからアイドルになるなんてね、思ってなかったから。そうだよね、ね、あ、44歳に届いちゃうかな、16年後になっちゃうかな、ね、だから本当に何があるか分かんないし、正直、まあ、これからの人生も何があるか分かんないから、本当に今ね、こういただいてる環境だったりとか、本当に今立てるステージだったりもそうだし、今会える瞬間、いや、これ本当に会える瞬間、そう、会える瞬間とか会える時を大事にしたいなってめっちゃ思いました。それがもうどこのステージもそうだし、そのおしゃべり会とかもそうだし、本当に話せる環境とかも、会える時間とかも、なんかもっと大事にしたいなって思いました。うん、10年後の配信で手紙読んでみないか読めたらいいけどね、ね、そう思う、本当にそれは思いますね。ね、もちろん、そう、なんかずっと言えなかったんだけど、まあ、あまちゃんの件とかもあったりとかもそうだし、そうだから、会えるうちにっていうのは大事だよね。うん、喫茶店マリナを開いたら、あれすごいかな、ね、でもね、喫茶店の店長ワンチャンある、でもいいよね喫茶店とかもね、カフェもね、素敵ですよね。そう、一期一会だからこそだし、本当に何があるかなんてね、人生わからないから、本当に会える時間をもっと大事にしたいなって思いました。うん、ありがとう。なんかだんだん、なんか何が言いたかったのかも分かんなくなってきちゃった分かんなくなってきちゃったんですけど、そうね、今会える時間もそうだし、本当に今の時間も大事にしたいなって思うし、そう、あのショールーム、ごめんね、なんかショールームも1週間ぶりになっちゃったんだけど、ショールームも配信できる時どんどんしていきたいなって思っております。喫茶店行くねちょっと待って、まだやるとは言ってないんだけどまだ、ね、ちょっとやるとはね言ってないんだけど、でも本当にそう、会える時間も大事にしたいなって思う。なんかね、切なくなっちゃうけどね、でも本当にそうね、そう、今時間がね、そう、本当に会える時間もそうだし、うん、ステージ立てる時間とかもそうだし、そう、みはるもね、そうだね、そう、卒業ねするまでの期間、
一緒にね思い出作っていけたらいいなと思います。お互い頑張ろうね、お互いね頑張りましょう頑張りましょうね。うんね、そうありがとう、すごいすごい、喫茶店喫茶店ってすごいすごい、ありがとう、シェフ募集するのぜひ、 ありがとうね、ありがとうございます一緒に開こうよとか、ありがとうね、ありがとうございますね。そうだね、こうかなね、どうなんだろう、保育士さんの未来はちょっとあれかもしれないけど、喫茶店の未来はあるのかな喫茶店マリナ、喫茶店ムーンライトね、いいかも、あ、ムーンライトっぽいね。ね、そうだよね、ありがとうございますね。10年後何してるかだってね分かんないし、そうなんかこう昨日とかもね、そのチャットでそうなんか24歳は OL してるかもって話した時に、そうまさかそうあのこうやって今アイドルを応援してるなんて思ってもなかったって言ってくれたりとか、そうしてくださる方とかもいらっしゃったので、本当にありがたいなってめっちゃ思います。ありがとうね、応援してくださって、こうやってね、そうショールームとかもそうですし、何かのきっかけでね、ドラフトとかもきっかけで見つけてくれたりとかして、こうやって応援してくれてるからありがとうございます。本当にNCT ができて人生変わったっていう方もそうだよね、いらっしゃいますよね、ありがとうございます、ありがとうね。ラスベガスで結婚したり、ラスベガス歌詞ね、そうだね、確かに推しができると思ってなかった、そうだよね、ありがとうございます。そうなのでね、これからも未来を共有できたらいいなと思っております。本当にね、何本当どうなるかなんて分かんなかったよね、本当ね、あこの頃の私はアイドルになるなんて思ってもなかったし、そう29歳今年か、今年29歳になるけど、そうこうやってね続けられるなんて思ってもいなかったから、そう本当に嬉しいなって思います。まさかなんかここまで応援できると思わなかったって言ってくださる方とかも多いので、そうありがとうね、地元に、あ変わり大きく変わりました、ありがとうね、ありがとうございます。そう新潟行ってなかった、本当本当に私がいなければ、本当に本当に出会えて幸せです、ありがとうございます、ありがとうございます。そう本当に6年、そう16年経っちゃったけど読めてよかったです、ありがとうございます、長く頑張ってくれて嬉しいです、ありがとうね、本当に、え日本で一番行った県になった、本当嬉しい、ありがとうございます。そっか、今度行ってなかった、そうだよね、そうだよね、そうだよね、ありがとうね、本当にありがとうございますね、びっくりだよね、だってそうだよね、そう本当にそう、なんか多分そうだよ、最初も入った時とかも25歳ぐらいかなって思ってたんだけど、こうやってね長く続けられて29も見えてきてね、本当に、でも本当にこうやって長く続けられるのは本当にね、応援してくださる皆さんのおかげでもあるし、メンバースタッフさん家族の支えもあって、あとはそうですね、やっぱり環境もあるよね、本当にそう続けられる環境を、そうねいただけてるっていうこともそうですし、ありがとうございます、新潟来てくれて感謝しかありません、いやこちらこそありがとうね、本当にありがとうございます。そう前にも言ったことあるけど、一人暮らしする場所が新潟で良かったなってめっちゃ思います。うん、ありがとうございます。あそう25歳までは頑張ってほしいって、そう当時のね支配人さんには言われてたんですけど、そうまさかね、ねそれ以上続けられてることもすごく嬉しいし、今アイドルでいられていることも嬉しいし、アイドルじゃなかったらね出会えなかったしね、本当にこれが怖い、本当にこれが一番本当にね、自分がアイドルじゃなかったらその皆さんに会えてなかったんだなって思うのが一番ね不思議すぎるだってもうさ今はさ本当にね、こうやって名前も覚えたりとかしてさ、なんていうかな、その家族みたいな存在になってるからこそ本当にね、それが一番不思議だよね。だから会えてなかったって思うと、どうなってたんだろうね、ありがとうね、本当に みんなが見つけてくれたから今こうして私がねアイドルを続けられてるんだけど、いや本当にそのみんなに会えてなかったらって思うとね存在もそうだよね、存在もそう、お互い存在も知らなかっただろうし、いや本当にそうだよね、ねだよね、そうだよね、だからこれが本当にすごいなって、あ本当ありがとう、おかげって、ありがとうね、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうね。そうだから本当アイドル、でも本当一番に本当に思うのは本当に皆さんに会えたことですね、一番アイドルになってよかったなと思うの、ありがとうございます、ご縁です、
それが不思議だよね。いやちょっと10年後の自分、いや違う16年前の自分か、あれ16年前だってる、あれ16年前の自分ね、こうなってるとね想像はつかなかっただろうけど、アイドルになってると思わなかったけど、でも素敵な出会いが待ってたよってことは伝えたいですね。ありがとうございます。あちょうどいい時間なったかな。ありがとうございます。喫茶店の店長喫茶店やってるのかな。アイドルになってなかったら何やってたんだろうね。それが分かんないね。それが不思議。それが何になってるか。え本当にそう、えそうなんですよ。ボタンってすごい考えついてた。そうボタンが本当にかけ違えてたら本当に出会ってないから、それがすごいよね。いやそうだよね、また違う。そうみんなもそう、みんなも多分違うアイドルを応援してたかもしれないし、確かに、えそうだよね、違うアイドル応援してたかもよね。私じゃない違うアイドル応援してたかもよそうだよね、そうだよね。 NGT に他の子が入って他のアイドルをしてたかもしれないよね。そうだよね。いやわかんないですね。うん、違うアイドル応援してないよ。応援してたよ応援してるかもしれないよそれかアイドル、もしかしたらアイドル好きになってないかもしれないしね。うん、ありがとうございます。アイドルにハマってなかった、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと待って、あのすごいすごい興奮して話してたら鼻水が出ちゃいましたそうだよね、ありがとう。こんなアイドルで興奮持ってなかった、本当ありがとうございます。違うアイドルも応援してた違うアイドルもね、もうね、ありがとうございます、嬉しいすごい勢いよく鼻水が出た、ありがとうございます。近くに NGT ができたのが大きい。あよかった、嬉しい、ありがとうございます。本当にそっか、それもあるよね、確かにね、応援してたアイドルと一緒に卒業っていう形もあるしね。そっか、なんとなくマリナちゃんとどの世界線でも、出会えてたような気がする。あでもそうかもね、過去もしかしたらあの前世で会ってたかもしれないしね私前世はあの仮、あの猟犬だったんですけど、そう仮にあの猟犬だったんですけど、もしかしたらね、そうみんなも猟犬仲間だったかもしれないし、そうね、それかあの猟犬のあの飼い主さんだったかもしれないし、あそう狩られるウサギだったかもしれないし、狩られるリスカモだったかもだし、シカカモだったし、そうだよね。だからなんか本当に多分いろんなこう組み合わせとかもあったり、前世からの何かがあったりとかして、ちょっとあれだね、あれかもしれないよね噛まれてたね、可能性もあるかもしれないし、そうなのね。そうあ確かに来世でね兄弟だったかもしれないし、追いかけ回されてかもしれないし、そうだよね。ねだから来世でも何かご縁はあると思います。うん遠慮したい狩られてると思うターゲットを必ず仕留める。えあじゃあ今はそっか、みんなの心を仕留められてるかしらあ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 ら、そうねあらね、そんな感じ。ちょっとあのあれなんですけど、いろいろ話しちゃったんですけどもね、ありがとうございます。あららら完全に枯れてるね、ありがとうございます、枯れましたそうだよね、ありがとうございます。そうなんかね、これはね、そう家族でね占ってもらった時に、過去は私は猟犬だったってね、そう占い師さんに言われたんですけど、ありがとうございますねということで、あのこれからもね頑張っていきたいなと思います。そうありがとうございます。そうちょっとね、あの目標はあの NGT の曲を知ってもらうってこともそうですし、お顔今の NGT も知ってもらうっていうこともそうですし、これからもねこの手紙をすごいちっちゃくなっちゃったもうね、あの背中を押してくれたので、16年後の自分も頑張りたいなと思っておりますので、今のこういう風に出会えたご縁も大切にしながら、はい、面白いな、ありがとうございます。そう大切にしながら頑張っていきたいなと改めて思いました。ありがとうございますありがとうね、ありがとうございます。ということで、ね、そうね、飾っておこうかな、この手紙ね。そうでもね、あの同級生にも見せたんだよねそう小学校からの幼稚園小中一緒の、そう親友の子にも見せましたありがとうございます。
それでは今日も見ていただきありがとうございます。今日はあえてハッシュタグ16年後の自分へにしたいと思います。あえてってか、そうだね、そう10年後の自分だったけど16年後の自分へにします、ハッシュタグはい、これでしたいと思います確かにアンジェラさん感あるね、ありますね、はい、ありがとうございます、これにしたいと思います。素敵な時ありがとうね、ありがとうございます、こちらにしますね、背景この手紙みたいになっちゃったけど、16年後の自分に合ってるよね、そうだよね、12歳だったから合ってるよね、計算ね、16年後、そうメッセージソングみたいなねなっちゃったんですけど、ありがとうございます。じゃあスクショタイムにしたいと思います。うん、この手紙書いてたのはなんか頭の片隅にはあったかな、でもこんな内容書いてるなんて思って、そう忘れてたね、うん完全に、はい、ありがとう、本当にこの件ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあはい、スクショタイムにしたいと思います。撮れたかな、撮れた、撮れましたかね、はいね、担任の先生とかもね全然お会いできてないから、もう卒業して会ってないね、全然会えてないや、あそうだ、撮ってるしなきゃえ待って、手合ってるかな、撮ってるの手って合ってますか、ごめんなさい間違ったらごめんなさい、合ってるかな、合ってます、合ってる、ちょっとよかったら教えてください、合ってますかね、合ってるかな、しょこたんさんの手合ってるかな、なんかこう自分で絵描いてたから合ってる気がする合ってるかな、あ全然ね、そう言ってないんだよね、ちょっと調べよう、え全然出てこなかった、全然出てこなかった、合ってるか、合ってる、合ってるかな、合ってます、あよかったよかったよかった、全然ごめん、画像検索したら全然出てこない、ありがとうございます。セーラームーンは誰だろう、なんか小さい頃はヴィーナスが好きだったんですよ、好きだったけど今はウサギちゃんかなやっぱり、うん、ありがとうございます、撮れたかな、撮れましたか、そうトゥットゥルーの手です、ありがとうございます、はい、ということで今日も見ていただきありがとうございます。それではお名前を呼び出し、確かにつくみたいですよね、こう合ってると思う、ありがとうね、ありがとうございます。それではお名前呼びさせていただきます、13位がヒデさん、ありがとうございます、またよかったらお待ちしておりますね、ありがとうございます、ヒデさん。12位がジャンジーアート西方家アンタンさん、ありがとうございます、あありがとうございます、スイーツ部のねイラストもね描いていただいてね、これにもありがとうございます、トップガンにしてくださってありがとうございます、またお待ちしてます。そして11位が、マシュロアットチームサニーさん、ありがとうございます、チームサニーさんからありがとうございますね、日向に最近いつだったっけ、ちょっと前に会えたけど、そうそれ以来会えてないのでまたお寿司食べに行きたいなということを言っときます日向にね連絡しておきます、ありがとうございます、またお待ちしてますね。そして、10位がランダーさん、今日も楽しい配信ありがとう、今月はフェス公演おしゃべり会イベントも盛りだくさんですね、体調に気をつけて楽しんでください、また明日、間違えた、またお会いできる日を楽しみにしてます、明日のハイブ中岡も行きますね、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、夕方の写真もありがとうございます、またお待ちしておりますね、明日ね気をつけてお越しください、待ってますね、ありがとうございます。そして10位がふーちゃん、あったにしがたけさん、こういう今日も楽しい配信ありがとう、去年は仕事で生誕祭行けなかったから今年は絶対行きたい、でも最近劇場公演でいろんなメンバーをいいところを発見したりすると楽しいから生誕祭じゃなくても入りたいな、ありがとうございます、またお待ちしておりますね、ありがとうございます、ぜひね声もお待ちしております、9月の後半があるかな、そちょっと前半がね少なめだったんですけど待ってますね、ありがとうございます、またお待ちしております。そして8位がスイッチさん、ありがとうございます、またよかったらお待ちしておりますね、ありがとうございます。そして5位がりょうす、あ間違えました、5
ごめんなさい、入れ替わっちゃったね、ごめんなさい。13位がジャンジーアット西ヶ岳ワンタンさん、マシ12位がマシロさん、あ、11位がマリンハルさん、ありがとうございます。あ、推しがいっぱい書いてある。マリナちゃん、なっちゃん推し、ハルちゃん、ミハちゃん推し、キッサマリナ推し、ありがとうございます。キッサで全然、いやまだね、全然開く予定とかはないんですけども、ありがとうございます。ありがとう。あ、スイスイとの写真もありがとうございます。またよかったらお待ちしてますね。ありがとうございます。ふーちゃんさん、ランダーさん、スイッチさん、ありがとうございます。そして7位がミーアット00311ワンタン西ヶ岳アットスイ、いろんな夢さん、ありがとうございます。10枚目シングルのオフラインおしゃべり会撮れたので、あ、撮れたのは明日だけなんです。それも一部二部だけ、わずかな時間だけど大切にしたいと思います。 ありがとうございますね。お待ちしておりますね。ありがとうございますね。楽しい時間を共有しましょうね。ありがとうございます。あ、スイスイと私もありがとうございます。そして6位がヨッタさん、マリナさん、明日のオフライン会いつもの仲間でお邪魔します、よろしくね。ありがとうございますお待ちしておりますね。ありがとうございます。お気をつけてお越しください、待ってます。ありがとうございます。そして5位がリョウスケ、ナチャーズさん、優しくハイタッチしてくださいねわかりました。ハイタッチできるかな。ハイタッチできる機会、できれば、はい、しましょうありがとうございます。ユーハのグラビアもね、ありがとうございます。またお待ちしてますね。そして4位が K アット新潟さん、良い配信でした。明日のおしゃべり会楽しみです、よろしくお願いします。ありがとう、お待ちしてますね。お気をつけてお越しください、ありがとうございます。ゆっくり休みで明日楽しもうね。ありがとうございます、また待ってます。そして3位がせつなとワンタンさん、素敵なお手紙ありがとう素敵でしたかマリちゃんに出会えたご縁、これからも大事にしていきたいです。明日のオフラインとっても楽しみです、ありがとうございます。ね、お気をつけてきてくださいね、お待ちしておりますね。ありがとうございます。お手紙も本当にこうやってこういう形で読めて読もうか悩んだけど、でもせっかくの機会だからと思って読めてよかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。またね、これからもよろしくお願いしますね。ありがとうございますね、写真も X に載せたやつありがとうございます。そして2位が年上じゃとワンタンさん、ありがとうございます。配信お疲れ様でした。ファン祭り会場の横浜文化体育会は大学時代にリック・スプリングフィールドさんのライブに行った懐かしい場所、当時の彼女と一緒に行くはずでしたが、直前に発局、急遽男友達と行く羽目になった、苦い思い出があります。あらら、ライブは最高だったのですが、明日は猫の T シャツ着て会いに伺います、ありがとうございます。なんか苦い思い出の場所で、また素敵な思い出に、なんて言えばいいんだろう、また素敵な思い出ができているように頑張りたいと思います。で、素敵な思い出作りましょうね、作れたらいいなありがとうございます、またお待ちしてますね、ありがとうございます。明日待ってますね。そして1位がゴリニーさん、配信お疲れ様、今年はいろんな楽しいお知らせがあっていいね、楽しい楽しい、仕事のご都合ついたらアットジャム行くで、まあ、NST 祭りもなんとかしていく、ありがとうございます。明日は参戦できないです、ごめんなさい。ニーガさんを押してから人生が満喫してますね、これからも笑顔を届けてくださいな、楽しい配信をありがとう、こちらこそありがとうございますね。懐かしい、これはシャメ会のやつかな、もう何年前ですかね明日の収録会だし、ありがとうございますね、ありがとうございますね。これからいろいろとフェスもそうですし、そう、公演とかもそうですし、おしゃべり会もそうですし、あとはあとそうですね、明日のね、そう、おしゃべり会とかもそうですし、いろいろと楽しみなこともありますし、いろいろお知らせもできると思いますので、待っていただけたら嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうね。ということで1位がゴリニーさんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。みんなの名前呼べたかな、大丈夫ですかね。1位お疲れ様でした、ありがとうございます。今日もジャンジーさん、ヒデさん、ジャンジーさん、マリハルさん、フーちゃんさん、ランナさん、スイッチさん、ミミさん、ヨタさん、リョウスケさん、ケイさん、チャンさん、トジョウさん、ゴリニーさん、ありがとうございます。あとジャンもね、ありますし、お待ちしておりますね、ありがとうございます、ありがとう、お疲れした、ありがとう、ありがとうございます。あとそう、今ね、そう、ガタチューブさんにてもね、配信じゃない、動画もね、公開されてますので、よかったらおしゃべり会の様子も見れますので、見ていただけたら嬉しいです。もう見てくださった方もね、ありがとうございます。それでは皆さん、ありがとうございました、フォローやります、あ、ね、気をつけてね、ありがとうございます、またね。
お疲れ様でした、ありがとう。そうリリカが来てくれてありがとうね。そうリリカがね、そうレイに並んでくれて素敵なお手紙とお返事ありがとう。またね、ありがとうございます。たくさんのコメントアイテムありがとうございました。また明日ね、ありがとう、またね、バイバイ、おやすみなさい、またね。